と、うんうん、男が出てきてる。そう。で、免許証コピーされて、顔写真がたまにお店に行くと貼られてる。やばいやばい。ブラックリストだ。で、入り口貼ってあって、ほんと罰金30万とか払わされてる。あ、でもそれはなんか客への警告でしょ。そう。ここの店のルールです。さんはやらないから。セイミー。ハウスリーマンス。アミアンドミー。アンド。伊藤くん。ここです。どうも、こんにちは。また、到着しました。ぎこちないのは、さっきまで喧嘩をしていたからだったんですけど、自分で言うんだ。些細ないざっぽさを起きまして、まあ一応仕事柄ね、まあライター、うん、編集者してると、うんうんうん、まあいろんな、まあ、情報が入ってくるんで、うんうんうん、まあなんだろう、インターネットに Google に載ってない話を、まあ、しようっていう。すげえ。それはやっぱ編集者じゃん。第一弾がまあちょっとね。みーちゃんが、どうしても聞きたい。うん、風俗編ということで。エロい話。エロい話を。じゃあ風俗の話。風俗ってあれだよね。その、要は、あれに似たような行為を含むっていうのは風俗だよね。まあまあ、まあ、お水は、そう、そのキャバクラじゃない、まあ、キャバ風俗じゃない。そうだね。まあ、その、ライトなものからディープなものまで、まあ、まるっとまとめて水商売とか風俗産業って言うんだけど、うんうんライトのものだとキャバクラとか、スナックとか、うん、まあお酒を楽しく飲む、うん、まあラウンジとか、クラブとかあって、そっから性行為に近いことをするのが、まあいわゆるピンスだとか、ヘルスだとか、ソープっていうものになって、まあ、その、最後までするのは、まあ、ソープランドというところで、だけなんだ。はい、うんうんうん。で、それがソープランドってやつで、うんうん、俺が生まれる遥か前は、うんあのね、トルコ風呂って言われたんだよ。あ、トルコ。そう。の人が抗議したんだ。そう、抗議して、うん。で、みんなソープランドになったと思ってんだけど、その間にね、ロマン風呂って名前に一回なって、一回なったの。だから、それで、時を同じくして、あの、お風呂に入れる入浴剤でバスロマンって出たでしょ。うん。あの時みんな騒然としたらしいのよ。男たちは。それが、そう、バスロマンって名前つけんの。で、ロマン風呂もう終わって今、まあ、ソープランドって名前になってるんだけど、まあ、日本はもちろん、売春は禁止なので、うんうん、まあ、その、入れちゃいけないんですよ。うん。入れなきゃいいの？そういう問題？でも、ソープランドに行ったら、まあ、性行為ができる。へぇ。じゃあ、それは、でお金払ってしてんだから売春なんじゃないかっていうと、うんうんうん、これちゃんとしたロジックというか、法律の問題なんですけど、うん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 、そこは、お風呂場。いや、お風呂場なの。あ、だから、お風呂なの。そう。あ、入浴しに行って。そう。あの、銭湯行くでしょ。うん。あれと同じ。そこに入って、2万円ぐらいの、入浴料を払うわけ。うん、うんうん。そうすると、そこに行く人は、まあ、女性スタッフが、背中を流してくれる。あの、うんうん、お手伝いしますみたいな。うん。そうすると、99.9% の確率で、お互い恋に落ちて、自由恋愛の結果、セックスをしてしまうんですよ。だから、ロマンだから、売春じゃない。だから、ロマン風呂。お風呂屋さん。ロマン風呂。トルコ風呂は、マジで意味がわからない。トルコ風呂は何でかわかんない。トルコ風呂はね、トルコ風呂が本当にあったから。トルコ風呂は一回。借りただけなんだよね。だから、ハマムだっけ。そう。俺もトルコ行った時、行ったけど。それ普通の風呂でしょ？そうそう、あのね、ケムクジャラの男に、体をゴシゴシされて、スルーンって流されて、あの、築地のマグロみたいに。はい。スルーンって流されて、そう、赤すりみたいな。ああ、それが、とりあえずそれを借りて、でも女性が、そう、はいはいはいってやってて、気づくとお互い、不思議と好きになっちゃう。っていうのが、まあ、なるほど。ソープランド。まあでも、そういうサービスっていうか、性行為ができるお店っていうのは、うん、まあ日本にもあるし、それこそ、ね、なんだろう、アメリカとか行けば、テキサスのラスベガスでコールガールが呼べてみたいな話だと思ってて、俺がやっぱ一番日本らしいというか変態大国なので、やっぱ日本がその前のまあヘルス、そういうまあなんだろうな、まあ本番行為まではしないけど、まあちょっとそういうやらしい。本番行為しちゃダメなんだ。へえ、初めて知った。ダメだ。デルヘリも。デリヘル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 な。デリヘルも。じゃあわざわざ呼んでしないんだ。しないけど、まあできることもありますよっていう。ああ、
あ、恋に落ちて。いや、まあ恋、まあそうだね。恋に落ちて。そう。で、その本番恋っていうのはやっぱ入れちゃダメって。絶対ダメ。なんだけど、たまに。他のやり方は OK。あ、だからフェラチョでしょ、うん、とかまあ、通常は、と思った。OK。だからたまにそういうお店へ行くと、無理やり女の子も嫌だ、嫌がってるのにやろうとすると、うんうん、男が出てきてる。そう。で、免許証コピーされて、うう顔写真がたまにお店に行くと貼られてる。やばいよ、裏クリストだ。で、入り口貼ってあって、ほんと罰金30万とか払わされてる。でもそれはなんか客への警告でしょ。そう。ここのお店のルールですよ。姉さんはやらないから。かといってなんかこう、じゃあソープランドに行くと高いじゃん。やっぱ高いんだ。高い、やっぱり。1回2万円だってさっき言ったけど、さっきの話でもっと厳密に言うと、うん、2万円入浴するじゃん。うん、お背中流し料っていうのがさらに2、3万かかるわけ。だからそれ払わないと、ただ本当にお風呂に入りに行っただけになっちゃうから、お背中流し料っていうのがまたかかっていて、まあそれが大体入浴料のと同じぐらいかかるから、まあ、最低でも3、4万。あそこそこなんだね。で、1回どんぐらいの時間制はないかな ?90 分とか120分とかで、長いね。長い。日本の吉原。吉原とか。中では何回もできるって。そうなん。吉原有名だよ、ね。吉原とか行くと、もう、1回総額8万とか10万とか。すごい、なんか、いい人しかいないよね。って言われてるらしいけど、ね。吉原ってあの、地名じゃなくて。そうそう、上野のそばの。うんうんうん。もともと、遊郭があった。はい、そうそう、遊郭あった名残で今もあるんですけど。あ、じゃあソープランドは、そこが一番いいんだ。日本、だ都内だとそうじゃない？うん、うん。なんか各地にさ、いくつか、なんか有名な高級なとこあるよ、ね、ある。すごい有名なところは、熊本。あ、熊本？と、滋賀。滋賀？滋賀？滋賀琵琶湖しかない。え、それなんでマニアックなっけ？いやいや違う。これ有名な。熊本。小琴っていうとこだ。小琴と熊本っていうのがなんか有名なとこあるらしいですよ。うんうんうん、で、なんかやっぱ俺はなんかそういうとこよりも、やっぱ変な風俗っていうか、そういうのに興味があって、うん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 、で特に日本らしいと思うのが、うん、イメクラ。イメクラ？イメージクラブ？クラブ。イメージクラブ。コスプレのやつ？そうだね、うん、そうだね、うん、でだからそれのコンセプトのある風俗店みたいなのが、実は日本にいっぱいあって、それが面白くて、例えば有名なところで言うと、痴漢をしたい。でも捕まっちゃう。うんうん、っていう人とかが行く、本当に電車が再現されてる。わーすごー、楽しそう。そう。でも確かにいろんな条件あるね。人妻だったりとか、あとね、人妻も全然ある。赤ちゃんプレイとか。赤ちゃんプレイはそうなんですよ、ね。これもだから。赤ちゃんプレイはすごい日本人っぽいよね。IWGP で少し出てた、うん。あ、出てたね。それで私は衝撃受けたのよ。そうなの、ね、ああ、携帯いたわいや、なんかね、あのね、特に経営者とか、うん、アスリートとか、こう、自分を追い込んで、何かリーダーシップを発揮しなきゃいけない人が、すげえ甘えたいな。甘えたい。だから、もうムキムキマッチョの浅黒いやつがおむつを履いて、おしゃぶりをかぶつけて赤ちゃんになる。でもそれがまだね、全然まともな方で。なんだ。あとはね、調べたんだけど、うんうんうん、水泳部の顧問になりたい。なんかやっぱ、普通にやるっていうよりも、シチュエーションが欲しいんだ、ね。そう、シチュエーションが欲しいんだ。だから、特に、だから日本人嫌いなのは、アメリカ人のさ、ノーマルセックス。あのさ、なんかロックがかかってて、なんかさ、スポーツみたいにするさ、あみたいな感じで、あいつらセックスするじゃん、アメリカ人って。楽しそうに。ロックなんかさ、ちょっと BGM とかさ、よりもなんかやっぱシチュエーションで、な俺の知り合いが行ったところは、戦隊もの、うん、それ見て、怪人になれる。悪役側になって、ピンクをそう。ピンクをそう。で、そいつは、なんだっけな、6時間コースとかを抑えて、6時間そう。前半3時間は
自分の書いてきた台本の読み合わせなのだから、ね、やばい。ちゃんとセリフ読んで、はい、そこちゃんと言って、そうそう、もっと強く言って、こんなんじゃできないよ、こんなんじゃもう舞台できないよみたいなやりとりを3時間きっちりやって、本番3時間。女の子かわいそう。でもそこはそういう大変な職業だそう。ピンクレンジャーの子しかいない。全員ピンクレンジャー。客は全員怪人。だって私こそさ、あのアメリカのロックのかかって楽しそうなセックスはマジしたいの。ティーンセックスがしたい人なのね、自分は。うん、でもこの国で私のしたいセックスはできるわけがないなって今なんか、まあ、そうだね。昔からほら変態の国で変態文化なんですけど。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏链接，一起来投稿吧。女性ダイバーシティって言ってるけど、外国人から見たら愕然とするようなレベルもまだまだあって。他にはまあ有名どころ、まあこれはもう取材に行ってるし、有名、まあ日本人なら有名なんだけど、デッドボールっていう、まあ、付属店、もうこれは全然有名なんで。お店があって、ちゃんこあ、もう全部聞いたんだ。毎回これデッドボール話してて、どういう日常じゃん。デッドボールはもう3回くらい聞いてる。デッドボールはね、すごいの。デッドボールってあの野球のデッドボールでしょ。だから地球だから、うん、もう他の風俗店ではやっていけないような人しかいないわけ。だからそこに行くのは彼女とか奥さんのありがたみを痛感したいっていう人が行くのよ、はい、とか飲み会の痛感する必要ない、飲み会の痛感しろ、飲み会の罰ゲームとかで行かされるんですよ。请大家加入一下咯、想听的话赶快加入咯、見てね、最高。我们今天要讲的是，就之前会员区大家也还蛮想听的职场暗黑教学，日本职场，对。